おはようございます、マリさん。グッモーニング、ダイヤ。あら、カナンさんは？まだ来てないみたいよ。そうですか。珍しいですわね。いつもならもういらしてますのに。寝坊かしら。カナンも意外とうっかりさんね。カナンちゃんが、風邪？ええ、朝ホームルームが始まる時間になっても来ないので心配していたら、体調不良で欠席だと先生が。一番引かなそうだったのに。鬼のかくらんつら。カナンちゃん、まさかインフル？いえ、幸いという言い方は変ですが、ただの風邪のようです。お昼休みにカナンにメッセージ送ってみたんだけど、こんな返事が来たわよ。何何？卵がゆ美味しい、刻みネギもうちょっと欲しい、退屈、走りたい。割と元気そうね。よかった。ねえ、この後みんなでカナンちゃんのお見舞いに行ってみない？そうだね。でもいきなり全員で行っても大丈夫かな？ No problem。 そう言うと思って許可を取っておいたわ。さすが、ぬかびない。せっかくだし何か差し入れ買っていこっか。風邪に効くものといえばお薬。それは常備薬があるかお医者様に処方してもらっているでしょうから、私たちが改めて買っていく必要はないでしょう。風邪といえばネギよ。ネギをネックにぐるぐる。ずっと不思議に思ってたんだけど、ネギを首に巻くってどうやるの？折れちゃうと思うんだけど、それでもいいの？一本をそのまま巻きつけるわけじゃないよ。10センチくらいに切り分けて、縦に切り込みを入れて加熱するの。それをガーゼとかハンカチにくるんで首に巻くんだよ。へえ、そういう風にやるんだ。疑問が一つ解決したよ。さすが花丸ちゃん。えへへ、どういたしまして、つら。病魔と戦うには水、水のエレメントを体内に取り込むのよ。じゃあスポーツドリンクだね。わあ、たくさん種類がある。どれにしよう？このヨハネがカナンに最適なスポーツドリンクを選んであげるわ。ルビー、下がって。何をするの？まあ見てなさい。大地を走る水の精霊よ、我の声に応えたまえ。我がしもべを癒すにふさわしい水はイズコにありや。待って、何して。店員さんがすごい顔でこっち見てる。ごめんなさい、ルビーたち怪しいものでは。たくせんよ、今こそ我に下るべし。ヨシコちゃん、せめてもうちょっと小さい声で。弱った体には喉越しの良いもの、口当たりが滑らかな食べ物がいいぞら。ゼリー、プリン、ヨーグルト。花丸ちゃん、カゴいっぱいになってるよ。入れすぎじゃない？どれがカナンちゃんの好みに合うかわからない以上、選択肢はなるべく多い方がいいぞら。大丈夫、余ったらみんなで食べればいいぞら。お豆腐とかもいいんじゃないかしら。塩とオリーブオイルで食べるとデリシャスよ。おしゃれ。お豆腐ってお醤油をかけるかお味噌汁に入れるかじゃないずら。ダイヤさん、マリちゃん、カナンちゃんって梅干し平気だっけ？梅干しを焼いたのも風邪にいいらしいんだけど。焼くなら梅干しよりみかんにしようよ。バーナー探してくる。ガスコンロがあれば十分じゃない？どうしてこのメンツで買い物をするとこれほどフリーダムになるんですの？リコさん、カナンさんは梅干しはお嫌いですから、やめて差し上げてください。いらっしゃい。お邪魔します。大人数でごめんね。具合はどう？まだちょっとだるいけど、ご飯食べて寝たらだいぶ良くなったよ。心配かけてごめんね。よかった、顔色もいいし安心したずら。これ差し入れ、来る途中で買ってきたんだ。スポーツドリンクにはヨハネの魔力を込めておいたわ。それを飲めば
明日にも全開よ。よしこちゃん、ルビー本当に通報されるんじゃないかって思ったんだからね。それにしてもまさかカナンが風邪だなんて、ちょっとびっくりしたわ。どこで拾っちゃったのかしら。実を言うとちょっと前から寒気を感じることがあったんだよね。最近冷え込んでるし暖かくしなきゃと思ってはいたんだけど。そういえば前に言ってたね、寒いから毛布増やそうと思ってるって。言ってそのままだったんだよ。他にもお風呂の後に髪をよく乾かさないままでいたりさ。つまり気の緩みがウイルスを引き寄せてしまったというわけですか。そうなるかな。いやーかっこ悪いね私。そんなことないよ、誰だってつい思っちゃうんじゃないかな、自分は大丈夫だって。今回のことを教訓にしてこの先気をつければいいと思うわ。その通りです。そのためにも改めて健康とは何か、予防とは何かを考えようではありませんか。え、もしかしてデジャブ。第2回健康意識向上計画の実施をここに宣言いたしますわ。前回よりも密度の濃い内容にいたしますので、皆さん心して臨むように。やっぱりー。